ロックマンエグゼ2、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、デリートされた後からですね。さて、どうしたもんかな。いけるかな。こいつ入って、あ、回復しよう。回復をまず入れといて。よし。動いてなかったら一発目この斧攻撃してくれんのありがたいな。あいつが来る前にこいつを回収して、あいつだのこいつだの。ちょ、早く行け、早く行け。よし、よし、よし、よし。これで、バストアップ!ありがたい。ありがたいけど、こいつどうしようかな。どうしようかな。リカバリ30。よし。とりあえず減らそう。とりあえず減らそう。よし。回復。よし。はい。オッケー。逃げ、よし、セーブ。うわ、あの奥になんかありそうな感じがするんだよな。これ追い詰められてる感じが。回復はないから、オッケー。よし。お、アクアソード。早いんだよな、こいつ。フルエネルギー。あ、そうだ。あれだ。ラピッドあげとこう。ラピッドか。ん?こっから来たんだっつうの。なるほどね、これぐるっと回る形なんだ。エビちゃんが後ろにいて、これフォレストボム、やばいった。そうなん、そう、こうなるんだよな。やばい、これやばいぞ。どうしよう。あ、これ攻撃できないのか、ここにあると。そうか、そういうことか。回復しとこ。なるほどね。あ、無理だ。来たわ、普通に来たわ。なんだなんだ、くんちゃん。オッケー。普通に来たな。うわっ、あいつこっちを見つけれてなかったのか。こいつの後ろを追っていく形で。A, B, C でいけんのか?ゼータキャノン。前も全然いけるんだな。そうか。こういって、よし。あれ?ああ。貫通?あれ?さっきやったときは、
あれ？これでもこいつの後ろをついていってるとさ、あの盗賊くんに追いつかれそうな気がするよねー。弱り目にたたり目だよ。こいつだけでもやっとくか。いやでも後ろのやつの方が先にやっときたかった気はするけどな。危な。オッケー、これでソード系邪魔だな。やばい。オッケー。回復くれ。回復をくれよ。まだ、まだいるよ。すごいタイミングでセーブ。あー、最悪。最悪。最悪。いくら持ってくんだよ、俺から。もう、一文無しだよ。こうで、回復、スイカ。ですよね。ま、そらそうだよね。ひぃー。もう、ひどいよな。なんでこんな金を持っていくやつがうろついてるんだよ。どうせ全部使えないから。よし。オッケー、ソード来た。回復しよう。回復してから、移動30。やっぱ目の前に来てくれるんだよな。やっぱ倒しやすいところに一旦みたいな感じなのかな。そういうプログラムですか？インビジブル2。9か。9なぁ。はい。ファイアゴスペル。これでも敵が回復しないだけマシだよね。その弱点属性。てかそいつの属性の攻撃して回復しないだけ本当に、温情だよね。草は回復するんだっけ？そんなだった気がする。マジかよ。あんな厳しそう。キャッて返し。これいけんのかな？さっきいけたよね。あ、いけるのか。こいつ相手の時にゴスペルが出るとめちゃくちゃ楽だ。それ、危ない危ない。それだけは分かったぞ。で、こっち行くと、吸血がいるよ、ゾンビだよ。どうすりゃよかったんだよ、あれは。回復。インビジブル、かな。EFG ゼータキャノン2。よし、これ邪魔だな。よし、目の前に来い。やっぱここにいた方がいいのかな。
さっき行けたな。でも焦っちゃうんだよな。意図しないところから来ると、ゾンちゃん、ゾン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 ビ、ゾンビホーテ、ボリューム満点、ゾンビのジャングル、ジャングルだ。よし、これでいくか。吸い込み、ファイアコスペル、よし、オッケー。うわーって。もういいか。いいよいいよ。って、持ってけ持ってけもう。ガッツポーズしてるけど、お前、お前のだから言っとくけど。よし。もうやば。ボスペル。とりあえずボスペル。撃ってきたら前に行くと消えるから、これを利用して、3回分はなんとかなる。オッケー。ヒートショット。追加チップ。やば、場所が悪い。回復回復。届かないもんな。そうか、吸い込みを入れたことによってこういうソード系も生きてくるのか。あ、プラスプラスだな。吸い込み、いった。よしよしじゃない、全然良くない。まあいいや、100ぐらい持ってけ持ってけ。電脳が近いとこにあんな。ひー、なんでなんでこっち来んの。めっちゃ時間かかるじゃん、ここ。やばい、しまった。よし。アド使えばよかったな。オッケー。あー、ミスった。残り10なんだけど。危なかった。フルエネルギー、なんか今回めっちゃ使ってる。なあ、なあ、なあ、なあ。やめようよ。やめようよ。やめようよ、そういう争いは。何も生まないよ。戦いたくない。ちょっと待って。大丈夫か？これいけるか？ゲートマンで、先こいつやっとくか。逃げろ逃げろ。
たらんでしょう。多いんだよな、数が。多いけど、なんとかなるか。よし。どうしよう。使えないけど、とりあえず入れとくか。とりあえず、インビジブルやっといて。目の前に来い。よし。オッケー。で、ゾンちゃんの後についていって、どいつも、あ、厄介なんだけど、こいつが一番めんどくさいかもしれんな。こっちじゃない。ソード系が欲しいんだけど、回復はいいか。よし。OK。よし。OK。これでもブルースのチップとか欲しいなぁ。あれソード系で全部賄えるでしょ。賄えるっていう。まあいいや。もらうか、100。どんどん雑になってきてる気はするけど。あ、回復。あ、やべ、壊れた。壊れないと思ってた。よし。どうしよう。はい。せっかく回復したってのになぁ。よし。これ、もう、あれじゃない？ラストじゃない？ 220 しかないけど、いけるかな？うん。ないと思うんだな。そなたに恨みはないが、ここで消えてもらう。姫をお守りするのが、それがしの役目。それがしって、ナイトじゃないだろ、それ。だからってこんなこと悪いことしてもいいわけじゃない。ナイトは何をしてるんです？ボスのことを忘れたのです？忘れたの？オフィシャルを滅ぼすことが我がクリームランドの民の幸せにつながるのです。どうなんだろう。こいつも騙されてんのかな。事情わかんないけど、こんなやり方で手に入れる幸せなんてないよ。そうだよ、本当に。みんなが喜ぶと思ってるの？すごい、言葉で詰めていってるな。姫。何を止められているんです、ナイトマン。あなたは私の命令を聞いていればいいのです。こういうタイプか。姫の命令は絶対、それがし、重々心得ております。でもあなたは何かおかしいと感じてる。違いますか？ロックマンとやら、あいにくだがそれがしは姫の言葉を疑うプログラムは持ち合わせておらん。本当か？素直になれよ。たとえ。それ、姫が間違っていようとも、それがしはただ、姫をお守りするのみ。それがナイトの道。いやー、道を正してやるのもナイトの道なんじゃないか？いざ、参る。なんか、色あせてんな。こんな感じだったっけ？回復、だけでいいか。なんだ。回復。まずは万全の体制を整えよう。
よし、とりあえず打たせるのがいいかな。おお、マジか。ちょっと待ってくれ。それは話が変わってくるな。アーカーコスペル。もう一個前。ああ、いけない。ああ、くそ。やばいやばい。ちょっと待って。回復、剣。よし。とりあえず撃たそう。撃たせて、フォレス、これでいいか。やばい。あ、でもあんまり食らってない。 EFG がない。いや、これでいこう。痛い。危ない。やばいやばい、死ぬ死ぬ。死んじゃうよ。最善に今行けないんだって。あ、ミスった。 OK。そんなナイトマンが負けるなんて。ネット君、トラップのスイッチ切るね。ああ、頼む。オッケー。よし、これでもう大丈夫なはず。よくもやってくれましたわね。いいですわ、ナイトマンなどいなくても私一人でトラップ動かしてみせますわ。優秀だな。みんな滅びてしまうがいいんです。ネット君、気をつけて。脱出しよう。あ。キャッ！あいつバカだ。止まった。プリンセス。あなたたちのおかげでオフィシャル協会壊滅のピンチを防ぐことができました。お礼を言います。それよりラウルさんは大丈夫なの？今頃は病院でしょう。発見が早かったのが何？てかお前生きてんだな。他の皆さんも助け出しています。傷は深いですが、なんとか一命を取り留めたようです。あ、こいつあれか、最初のやつじゃないか。プリンセスはやっぱり死んじゃった？彼女も助け出しています。ただ怪我の回復を待ってオフィシャルの厳しい取り調べがあるでしょう。当分会うことはできないと思いますよ。こんな話を聞いたことがある。インターネットを普及したところ、クリームランドはどの国よりも早くネットを発展させた。それが成功して北の小さな国が一躍先進国の仲間入りをしたんだ。しかしそれもつかの間、大きな国はそれを真似してネットを本格的に普及させると、クリームランドは邪魔者扱いを受け、再び衰退していった。その恨みがあったから、プリンセスはゴスペルに入ったのかもしれんな。そんなことがあったんだ。だからといってプリンセスが正しかったとは俺は思わん。だが、はっきりしているのは俺たちが本当に憎むべきはネットマフィアゴスペルということだ。ああ。ロックマンとブルースが力を合わせてゴスペルに立ち向かわないとな。てえ、ごめん。俺ブルースを。忘れてもらっては困るな。俺はお前とは根本的に違うんだ。バックアップを取っている。ブルースの全てのプログラムは俺の頭の、バックアップ取った方が楽じゃない？え、じゃあブルースは？貴様に喜ばれる筋はない。それに、はっきり言っておくが、俺はお前と協力するつもりはない。次に会うときは俺がブルースがロックマンを倒すときだ。じゃあな。ちぇ、変装のやつ。でも、ゴスペル、なんてやつらだ。ぶっ潰してやる。過激だな。僕も絶対負けない。やろう、ネット君。おう。今日で日本に帰るのか。いろんなことがありすぎてあっという間だったな。今度はゆっくり家族みんなで観光しに行きたいよね。でも父ちゃんが来れるかどうかが一番微妙だな。そうだな。ところでネット君、飛行機の時間大丈夫なの？確か午前9時30分発の飛行機だったと思うけど、今は8時過ぎか。ちょうどいい時間だね。じゃあ空港に向かうか。うん、はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょう。次回、まあ日本に帰るところからやっていきましょう。
それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。